昨日ドラホー、今日負けホー。はい、またまたねお休みしてしまってすいませんでした。昨日はねせっかく9点も取って大勝したわけですけど、どうしてもねちょっと動画を撮る気にはなれませんでした。政治的な、ね、発言をするつもりは一切ないですけど、昨日の感情を振り返ると、私はねどうやら安倍晋三さんが大好きだったみたいです。はい、というわけでね今日の試合といきたいところですが、昨日はねドラゴンズも本当にいろんなことがありましたよね。まずはね、石岡選手と、オリックスの後藤選手のトレードですね。いつもね別れっていうのはもう本当寂しいんですけど、オリックスでね、光り輝く姿見たいですね。はい、というわけで頑張って石岡くん、応援してます。そして後藤選手、ドラゴンズへようこそ。思う存分ね名古屋で暴れちゃってください。はい、もう同期のミッツさんと共にね、活躍する姿、楽しみにしてます。はい、というわけでねトレードがありましたよね。それからディッシー4安打、周平くん3安打などなど、計17安打9得点。いやもうびっくりしましたね。いやなかなかねもうこんな日は続かないですけど、チームとしてね何かのきっかけになってくれればいいなと思って見てました。そしてタバちゃんがデビューしました。はい、なんかね投げ方も、それからね仕草なんかもすごい日本人投手っぽくって、なんかギャップ萌えって感じでしたね。まずはね中継ぎで、しっかり結果を出して、頑張ってほしいですね。それからお相手のカープさんからはね、メジャー帰りの秋山さんがデビュー。いやーもうね早速結果出すし、さすがですね。カープの打線に厚みが出てより手強くなりそうな予感です。まあね他にもいろいろありましたけど、大きいとこで言うとそんなとこかな。はい、というわけでね今日の試合いきましょうか。0対7で負けました。おしまい。まあ昨日打ちすぎてねもうちょっと疲れちゃったんだよねきっと。そう思うことにしよう。試合展開的に見たらねマクブルーム選手のホームランが痛かったですけど、個人的には小園くんのホームランでね心が折れました。先制の時の左中間に打ったやつもそうだけど、よく打球が伸びますね小園くんは。まあそんなとこですかね。昨日大勝、今日大敗ときたらね明日は少々でしょう。少々っていうのは小さく勝つっていう感じね。はい、もうとにかくねもうどんな形でもいいので、勝ってカード勝ち越しを目指しましょう。はい、それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。